今日ご紹介するチャンネルは、僕の知的好奇心をめちゃめちゃ騒ぎ立てる一番好きなチャンネルです。皆さん、こんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったら、チャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということでね、今日ご紹介するチャンネルは、令和 TV というチャンネルですね。まあ、この令和 TV というチャンネル名はですね、実は以前はドリーマーズ TV だったかな。別の名前だったんですね。ですけども、令和元年になった瞬間に、令和 TV という名前を変えたんですけども、非常に作り込まれているチャンネルです。そして、このね、お話になられているのがニコラス・ユージ君という方なんですけども、まだ多分若いと思うんですよね。22歳とか、そのぐらいじゃないかなと思うんですけども、とにかくね、面白い。そして可愛いし、そして情報量がもうめちゃくちゃ圧倒的です。ただ、先をね、ちょっと言ってる、やっぱり情報が多いんで、理解するのが難しかったり、その物事の僕たちが勉強してきた、こう、歴史とか、真実だと思ってることの裏をね、解き明かそうとするような内容が多いので、結構難しかったりとかして、こう、最後まで主張しきるのには、ちょっと体力がいるものもあるんですけども、でも、この構成力とか、音楽の使い方とか、まあ、画像の使い方、動画の使い方、そういったものがめちゃくちゃ秀逸で、まあ、都市伝説系の YouTube チャンネルとしては、まあ、直木版、っていうね、直木版ショーっていうチャンネルが110万人以上いて、すごく人気のチャンネルがあるんですけども、内容的にはね、もうそれにも負けるとも劣らない、勝るとも劣らない感じで、もうね、チャンネル登録が今3万9千人ですけど、まだね、10万人いってるのが信じられないぐらいですね。感覚的には50万人ぐらいいててもいいんじゃないかなっていうぐらい、本当素晴らしいチャンネルです。今回ね、これをご紹介するのにも、何かまあ、時代に合ってるというか、トレンドに乗ってるというか、そういうわけではないかもしれないですけど、そういったものも扱ってますけどね。ただ、普遍的に、こう、人間の知的好奇心をね、くすぐるような内容が多くて、とてもね、勉強にもなるし、雑学も増えるし、何かね、世界の、こう、一つの事実というか、真実みたいなものが、こう、角度的に見えてくるような、ね、内容が多いんですよね。まあ、なので、ね、本当におすすめです。で、概要を見てもですね、本当シンプルなことしか書いてないんですけども、僕が日本の大統領になって、みんなが自分の好きな夢を叶える世界を作りますってね。夢を追える世界を作りますって書いてありますけども、本気でね、そう思ってやってるそうなんですね。で、これね、サムネイル見てもわかる通り、まあ、いかにも都市伝説系の YouTuber のサムネイルっぽいんですけども、内容ね、もうそんなレベルではないですよ。都市伝説っちゃ都市伝説なんですけども、その裏取りだとか、その過去のね、歴史だとかっていうものを読み解いたり、もうよくぞそんなこと調べましたねっていうことが語られています。で、もちろんなんだろうな、それが全て真実とは思わないですけども、でも彼の考察や彼の引用してくる情報を聞いてると、ありかもなって、それも確かに世の中を作ってる構成要素としてありかもなって思わせてくれるぐらい、すごくね、しっかり作り込まれてるので、ハマっていく自分がね、楽しいっていう、そういう感じもあります。まあ、一つ残念なのはね、更新頻度がそこまで高くないので、まあ、よくて1週間に1本ぐらいなのかなっていう時もありますけども、休む時は結構しっかり休むみたいなところもあるので、一度ね、ご覧になられて、気に入ったなって方は、チャンネル登録をして、新着通知を待ってみてはいかがでしょうか。本当にね、僕は一番更新を楽しみにしているチャンネルですし、大好きなチャンネルです。はい。ということで、またね、いろいろご紹介していきたいと思います。